バイブとか言えなくて、バイブを無知のようにしならせるような見えなくて、このリトラの肩枠の奥に打ち込むわけだ。リトラがないとね、港壊れちゃうからね。タイタニック見れるんでしょ。夜はあれタイタニックだから。もう離れたところからじゃないと。こちらがね、日本の、一番東の果て、ファーイースト、極東、いえ、これが調子のイーヌ・ボーサキ。素晴らしい。長崎海岸が見えます。こちら、イーヌ・ボーサキ。ちょっと見えないですね。こちら、崖になってます。あの柵の先のエリアはね、もう前は行けたんだけど、もう崩れる可能性があって行けないと、そうなっております。太平洋です。フルのフルの太平洋。リラックス、まったりタイム。双眼鏡、イヌボザキからね、双眼鏡を拝んでたんだけど、今の時代これみたいね。これすごくない？これもテレビやん、テレビ。ほらテレビやん、バックモニターやん、前だからね。見て、でね、俺たち地元っ子って言えばね、まあ、こうやって海を見てるんだけど、こっちの先にホテルがあるわけよ。でそのホテルの露天風呂をこうズームで、あれ出てんか、ズームするっていう、こういうことをやってたんですよ。すごいズームするな、これ。あ、見れないようになってます。ちょうどなんと壁があります。計算されております。なんてことだ、今まで見えていたのに。見えません。もうダメだね。見えません。あっちのお風呂、ここ。そうか、これですか。ここ今あれ、これは犬館ですか。ああ、ここはもう見れる貸し切りのお風呂があるんですよね。お菓子入れてくださいね。露天風呂はいいよね。生演奏だよ。生演奏のホテルか。それで？うん。あ、
生演奏の方、はい、すごい。これはね、漁師町ならではですね。ほら、船についてるんですよ、こういったものが。これは何て言うんですかね、魚介の浮き玉をモチーフにしたやつですね。すごくおしゃれです。ご当地感出てて素晴らしいと思います。おすすめのお酒です。オブジェにもなるっていうね超適当。いっぱいあんね。そんなに酒蔵ある？ないよね。ここでビールも作ってんだよ。すげえじゃん。面白かったよね、これね。ね、せんべいの町、銚子とも言われてますからね。濡れせんべいが有名ですね。濡れせんべい。え、これ私が好きなのはこれ。こちら。あれ？どれだっけ？これだよね。これ、モンドセレクション。金賞受賞。ほら、ピリ辛で美味しいんだ。うめんだ、これが。ご当地のね、クラフトビール。銚子さん。銚子のビールですね。素晴らしい。ご当地ビール。これは何だ？カスケードホップのみを使用したシングルモルトだ。この魚に合うブレンドコーヒー。何これ？コーヒーストーブ。コーヒーのビール。すごくない？ね。食べたい。美味しそう。何これ、美味しそう。バームクーヘンの中にチーズが入ってるんだ。めっちゃ美味しそうじゃん。半分こする？買ってくる。あ、これあれだ、あそこの。ほんとだ、犬岩塩。ほんと岩みてえな塩だな。ピーナッツマカロン、でかくない？でかっ。でかくてこれね、いいね。好きな人にはマカロン買います。バターサンド。あ、ジアン好きなんだ。お、ブリュレうまいよね。これ冷凍かな。出た、銚子サイダー。大丈夫かもしれないのか。すげえ。大丈夫、これマジックマッシュルームじゃないのこれ。これ大丈夫、これ。これ大丈夫、醤油漬けちゃって。え？すごくない？こんなの入ってんの？醤油だって。これも面白。これが醤油ならうまそうだよね。昆布とほら、かつお節。ジャパンって感じだね。葉っぱも入ってる、なんか。すげえ面白い。へえ。山椒醤油、ニンニク醤油だって。
面白い。幸せの白いポスト。幸せの白いポストなんて初めて聞いたぞ俺。近くにいる。嘘つけ。調子の東大ならすぐたまるな。これならすぐたまる。達成感もバッチリする。やっぱ恐れがいいよね。ここが何さっつってね。なんと天ぷらラーメンってのがあるんだよね。でワンちゃんもと一緒に食事もできるっていう、まあご当地だね。ハマグリラーメンなんてあってさ、まさにご当地。あれ前マグロラーメンってなかったっけ。俺天ぷらラーメンない。イワシつくねはあるけど、あれおかしいな。天ぷらラーメンなかったっけ。消えた。俺らも仲良くそこで食べる？さっき買ったやつ。めっちゃ引いてるね。すごい引いてる。4匹。俺はもうあっちの方まで泳いで素潜りしてウニとか取っちゃうからね。怒られるからね。お前らビビっていけねえだろうな。あっちまでシュノーケルがあれば大丈夫。安心するんだ。すっげえ引いてるね。どれよ、魚いるか。大きい石めくってみる。大きい石かい。ヒロさんの大きい石はどれが大きい。あ、すごい。これか。ちょっと待って、ちょっと待って。これ何これ。紫。絵が描いてある。すごい。何これ。素敵なの発見しました。子供の。素晴らしい。ちょっとこれ靴汚れちゃうな。魚、追い詰められてます。魚さんどうぞ、ここらにいます。どこ？どこにいますよ、ほら。わからないね。わかるよ。わかる。あの2つの石のところでしょ。こっちに突きはぐれた。よし。もうパニック、パニック、めちゃめちゃパニック。すごい岩場。あっちまで行くの大変だよ。
有明じゃない、ここ長崎海苔か。あそこでさ、1枚何十円とかで売ってんだよね。食べたい。いや、これ海苔じゃね、マジで。こりゃ海苔のお土産、どうだ触った感じ海苔だもんマジで。ほら、ほら、マジで海苔。ほら、お面白い。鍋する？鍋。のりだね、のり。これは、この緑はなんだよ、青さってやつかい？これは。うん、そう。なあ、青さとのりのダブルネーム。カニさん。お、カニ。出汁にしまうぞ、こら。ちっちゃい。ボケちゃったらよ、あそこに入れてくんねえかな。ボケちゃったらさ、どこの景色も一緒だから。そっか、ボケてなくて動けたら。生えてるでしょ。この耳生えてるでしょ。ほら、これはね、源義経がここから旅立ったという説もありまして、その時に連れていた犬が置いてかれて泣いているのが固まってできたそうです。それが犬岩伝説ですね。船は大陸に渡ったんでしょうか。どこに行ったんでしょうか。チンギスハンだったのかもしれませんね、もしかすると。チンギスハン？違うわ、モンゴルのチンギスハンだわ。うん、やべ、甘じょっぺくてうめ。うまっ。何これ、この比率が半端ないスポンジとクリームの。おいしい、すげえうめえ。このスポンジがもっとパサパサしてるのかと思ったんだけど、滑らかなんだよね。おいしい。チャンネル登録よろしくね。やばい、やばい、役者だな。